こちらはセリアの返してすくえるターナースプーンです。しゃもじのようなシンプルな形状のスプーン、先端が平らになってて、返すことと切り分けることを一つで行えます。スプーン部分は両面エンボス加工で食材がつきにくく、持ち手も太くて持ちやすいです。ナイロン素材なのですごく軽いです。置きたいときは立てられるから置き場に困りません。スルスルスムーズに巻くことができます。卵焼きは一回一回置き場に困りますが、立てて置けるのがすごく便利、食材もつきにくいです。このまま少しの力で簡単にカットできます。スプーンのようにすくえるので盛り付けまでこれ一本で完結します。セリアからワンプッシュタイプの食器洗剤用ディスペンサーが発売されました。ワンプッシュタイプなのでボトルを置いたままスポンジを当てて片手で洗剤を出せます。シンプルで半透明なデザインなのでどんなキッチンにも合いそう。容量は 280ml。 洗剤を入れて早速使ってみました。ワンプッシュするとしっかりと十分な量の洗剤が出てきます。いちいちボトルを傾ける必要がなく、片手で洗剤を出せるのが便利です。ボトル自体にデザインがないので、すっきりとした見た目のものが欲しいという方におすすめです。背が低めのボトルなので場所を取らず安定感があるのも嬉しいポイント。3COINS にもこういったデザインのものがあり、ラベルがおしゃれでこちらもおすすめ。非常時の備えとして湯煎で炊飯ポリ袋12枚入りをダイソーで購入。ご飯を2合まで炊くことができ、アウトドアでも使えます。ポリ袋に目盛りが全てついてるので計量カップなども不要で、このまま入れて炊けるのがすごく便利。しっかりとしたポリ袋で中にすべての材料を入れて結んだら、このままお鍋の中でグツグツ湯煎していきます。今回は計量して入れてみましたが、計量した通りしっかりポリ袋の目盛りと合ってました。空気をしっかりと抜いたら結びます。沸騰したお湯の中で30分ほど湯煎、取り出してしばらく蒸らしたら完成です。しっかりと出来上がってました。アウトドアの機会が多い方や、また非常用にも一つ持っておいて損はないアイテムです。セリアでプーさんのティーストレーナーを購入。ハチミツの壺がモチーフになってる可愛いティーストレーナーです。一人分のお茶を入れたいときにわざわざティーポットを用意すると、洗い物も増えて片付けが面倒だったりですが、ティーストレーナーなら気軽に使うことができます。
ティーバッグのように蓋についてるタグを持ち上げて取り出せるので、やけどの心配などもありません。目の細かい茶こしに比べると気になる方はいるかもしれませんが、個人的には気にならないぐらいでした。洗うときは完全にひっくり返してしっかりと洗えます。浴室のタイル用ブラシの買い替えにこちらを購入しました。似たものでサイズや形が微妙に違ったものがいろいろと販売されていますが、私が気に入ってるのが先が尖ってるところ。タイルの角が磨きやすくて、この形をいつも買ってます。持ち手にしっかり力を入れながらゴシゴシ強い力で磨けるのも気に入ってるところ。こちらはゴミ箱用消臭シート。銀と炭のパワーで匂いを吸収してくれる消臭シートです。前回ご紹介した時から有効期間が切れたのでリピ買いアイテム。使用開始日の記載欄もついてるからいつから使ってるか一目でわかります。このシリーズは他にもいろんな場所で使えるものがあって、ゴミ箱用が私は気に入っています。シートの後ろについてるシールを剥がしてゴミ箱の裏側に貼ります。すごく薄いのでゴミ箱の中でも邪魔にならないし、シンプルなデザインなので悪目立ちしないのも気に入ってます。